からね、ご神水の祭神社さん行きましょう。ちょっとね、山が、山を結構歩いていくんでね、大変やねんけども、ちょっと行きます。芸能の神様、弁財天様にもね、お参りして。あ、しまった。お茶持ってきてよかった。大変だ。前は祭神社さんでお水もらおう。大丈夫やぞ。どうしたんだ、足がだるいぞ。足だるいのは運動不足か。頑張って歩きましょう。弁財天さんです。一木姫の御事さんです。お参りしましょう。
一吉姫の御事さんです。弁財天さんよね、芸能の神様なんでね、しっかりお参りして、はい。で、これにちょっと手を洗っていきましょう。ここはね、岩山さんにね、ご参拝、ご神山に入るところやねんけどね、何回か紹介させてもらったと思うんだけど、いつかはね、ご参拝行きたいと思います。もうね、ご神水いただいたんで、ね、飲んでいただきましょう。まずね、ここで洗って。
いきましょう。スイッキング付きで帰りましょう。水の水滴で携帯ペタペタだった。大丈夫と思うけどね、神様のお水さんですからね。時間時間1時20分か。じゃあ戻ってご飯を食べて帰りましょうか。なんかね、すっごいね、気持ちが軽くなった。気持ちも体もなんだかちょっと来たくて来たくてね。あっちゃんのね、あっちゃんの専属の神様ね、そのね、美和様もいるけどね、意識しの御事さんもすごくなんかご利益があってね、ここがすごくね、じゃあ落ち着くのよ。もう一礼していこう。色紙目の御事さんです。弁財天様です。足取りすごく軽くなった。体が軽くなった。呼ばれてたんや。ここで美和様だけどね、こっちに呼ばれた気がする。一色紙姫さんか西神社さんかどっちかやと思うけどね。
虫がすごいのね。この虫がいてるっていうのは神様から歓迎されてる証やねんで。強いから腰がすごく負担かかる階段はね。どうしてもね。階段のないルートもあるはずやねん。多分バリアフリー化されてたんやこの神社はね。